がついたよ。すいた、うん、何か食べ物誰かいないの？あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。力が出ないな。なんで俺様がこんなこと。これは凄まじい木の塊だ。余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重い。始末するしかない。
ザコが手間を取らせやがって。終わりだ。さて、あの追い詰められて少しはマシ。お腹すいた。あのクソガキだが、サイヤ人一この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りはもう探したか。
まったく世話の焼けるガキだ。一つでは足りんか。この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だろう。クソガキめ、世話焼かせやがって。休憩が必要な頃合いだな。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。
腹空いてきたな。木の実ばかりじゃ。お腹。でも、お肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだなんや。ってことはもしかしてお宮が悟空の息子きゃ。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ、悟空のやつとは腐れ縁みてえなもんだなんや。はっ、ピッコロに目つけられるとはお宮も大変だなんや。いやな、俺もうブルマからよ、孫君の息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよ、なんてガミガミ言われてまってよ、助けに来たってわけだぎゃ。でも迷ってまってな、全然お宮が見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、お宮さんラッキーだったなんや。うん、ここじゃ飯にも困るだがや。まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな、俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ、お宮を連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういう狩りのコツはちゃんと教えるで。狩りのコツはこんなもん。そんじゃお宮には言う通り狩りをしてき、鹿は果物。八郎兵衛さん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、はっ、いいよ。鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。見つからないように後ろから近づかないと。よし、ちゃんと全部捕まえたぞ。あ、これなら大丈夫やなら。うん、帰っちゃうの？これでもよ、今神様のとこで修行してるんだ。あんまり長いこと抜け出したらさら一度戻る。そうだったんだ。そんじゃ元気。すごい人だったな。食べるものは早く帰りたい。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに確かめてみるか。孫のやつが生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。どこのどいつか分からんが、敵であれば倒すだけだ。おい、うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだ。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょ、その様子ではやる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ、俺は一度魔族に殺されてるんだから。ふん、情けない奴だったらその少年ごと叩き潰す。かかってこい。くそ。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあった。どうした、その程度か。そうだ、
昔天下一武道会でな。また雑魚と呼ばれたいのか。俺を見くびったの。行こうか。少しはやるようになったか。うん。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だって二度と死にたくなければもそうすれば多少の戦力。さあ俺だって悟空絶対もっと強っ。ん、これは凄まじい木の塊だ。嘘つきは神。雑魚がいるようだな。すぐに片付けて。あっ、チーズ、チャッ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 Thank you.
ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。ザコなりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならんが相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様のもとで修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして強者と戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天下一武道会でソンと戦っていた。そうだ。あの時の俺ではソンの本気を引き出すことすらできなかった。では今がどれほどの力なのか見せてみろ。どうした、俺の本気を引き出してみろ。くそ、トピア、チャッチャッチャッ。さすがピッコロ、多少はやるようだが、その程度か。あだだ、ズワリレレラだ。あっ、魔界盗殺法。これくらいにしておくか。思ったより弾よけくらいにはなりそう。せいぜい主義。この野郎、調子に必ず貴様。いや、凄まじい気。ねえ、おい、やっ、あ、貴様、おい、Yeah!
やれやれ。いや。ピッコロ、俺の感じたパワーの、そういえば、そうだ、ちょっと修行の、何卒業試験に、だが今のいつまでも修行の、うん、貴様は俺を知っているようだね。当たり前だ。お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。なら起きた。そうだ、思い出した。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。自分の力不足を思い知るがいい。それを言うな。そう、止まった。ここまでか。力の差を思い知ったようだ。おかしいな。バカめ、俺様が遊んでいると少々強くなった程度。言われてみりゃ、うん、命があるあたり一から修行をやり直すんだな。いや、ちくしょう、見てろよ、俺だってやってやるからな。そろそろあのガキの様子を見に行く。いい加減甘さが。これは凄まじい木の塊だ。
おい、ルグ。おい、な、何？いいだろう。おい、あったり。早く行かねばな。それ以前にくたばっているかもしれんがな。おい、あや、おい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 、あは、貴様、ルグ。あや、おいいだろう。あった。俺は自分を高めるのみだ。ふん、なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、着いたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。ぷぷぷぷ、最高。え、な、何？お前何しにここに来た。ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ海王様。
そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え、オラがシャレをか。はいよ。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。トンが吹っ飛んだ。終わった。海王様、くそ、お前ただもんじゃないな。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。へえ、今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。
リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキ。僕、俺はピッコロだ。ピッコロ。お父さんが昔戦ったことが。少しは父親から俺のことを聞いていたか。あ、確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。やったー。よし、そうだ、木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。ピッコロさん、もっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ、僕。はい、行くぞ。修行した方がいいかな。よし、怖いけどやるしかない。逃げずに来たな。はい。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。ただ。
これくらいにしてやろう。結構終わった。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ、おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。ひとまず飯だ。食べる時と寝る時以外ずっと修行ばかりやってたら、それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くな。そうだ、どうせならよ、ちょっと食べ物を探してこようかな。強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし。僕なんか邪魔なだけだよね。